ってると思いますが、お疲れ多いね。考えると今日は。はい。さあ、ケイズさんです。フォアジャイ帰ってきてた。さあ、つながっている。強化。足は、なんとかいいだ。おっと。さあ、開幕から展開が非常に早いですが、待っていて、超えて、早っ、早いけど、でもなんかそのまま蹴り潰しちゃいそうな感じ。あ、下にも、ま、さあ、ついでテリー。あー、うまく上がり続けた。機能したんだけど、前が出なかったか。さあ、いい力からバン。強っ。さあ、ケイズ側ちょっと攻めあぐねているが、はいや。そうなんですよね。いや、そのデスペアの出始めを潰してカウンター取ろうみたいなのに。ああ、すごい早く出されちゃうとね、やっぱ負けてしまうわけで難しいですよね。難しいね。あれぐらいの速さで出してくれてると追い打ちまではまあいかないだろうけど、ああ、とが直接とがめるのがやっぱ、そんなこと普通に消しとくときありますからね。思ったより減るんですよね。さすがイオリと行ったところ。そうね。あ、難しいですね。反撃しないといけないから、その場でそのまましゃがみで、うまい、あ、惜しい。そうですね。いやー、はいはい。さあ、そして置き攻めは回避していく。うまい。いやー、はっ、あ、さあどうなっていくか。さあ、お互い手を出してない状況か。うまい、走り込む。さあ、キーさん連勝。はい、フラさん。お隣に座ってた。さあ、フラシン達人です。超ビニマルマチは、はい、似たようなキャラ構成ですね。なんからしくないけど、まあ、順番間違え、キーさんが、いや、これそのままさ、はいはい、ということで、キーさんの順番が、ナポールでベニマル、マチは一番な、これさあ、前転で抜けて、あー、2回、うまい。空対空は相当機能してる、まあ、本気の、うん、行動が
なんかうまく。うーわ、ま。横の自体は小さくなったり、ね、当直も増えたとはいえ、あ、出てしまえばね、あ、そうですね。さあ草薙今日、さあここは打っていきます。さあ皆さんもやりかああ意外と隙小さいんですよね。ああ確かに確かに。さあここは届かない。さあ先方に、次へ、やっぱアッパーと高いに捕まるを、うんね、ちょっと寄せない感じにしてたらアンヌで突っ込んでくる。あーなこれ寄せ、すごい変わってくるキャラだと思った。無敵ついてんのか、多分無敵がついてます。うまい、前転も逃がさず。アマチュアダッシュ早いから本当に出しない。ああそうね、あーなるほど。そのさあ取る、ああ俺まあまあいい。はい、2B ガガガガガガ、強力なキャラクター、真ん中のキャラっすよ。ムイムイ来ましたね。ムイムイね、結構さあ、そしてキーさん側はまあ順番は戻してといった感じ。さあ、学さんもやり込んでますね、埼玉1位。あけど、まあやっぱさあ、乗っけて、なるべく寄せない、まあ近距離戦はやりたくないから、うん、ギリギリ遠距離は遠距離になるような位置とかで戦いたいって感じです。そうですね、ここまでやはり体力差がつくとな、これでも、ナコルのコンボやしいからか思い切りきましたね。キーさんなんかドヤ顔、ムイメイシエタエンディーがやつか。そうですね、あのエンディーがね、あとエンシーも強いよね。そうですね、なんか、まあ、リーチも発生もそうですけど、なんか戻りが早いというか、なんかなんか後ろにいるんすよね。ああ確かに、なんか反転を落として差し込もうとしたら、うん、使ってまた今度は、ああ逆にうまい、逆逆逆、なるほど、とがめきれないが、
さあ、Q さん下がる。一旦距離を取って突っ込んでくる。さあ、戻が横にタイガチク、うんうん、ああいう垂直は落としやすかったりするんですよね。うん、逆にまあ縦がそんなに、ああ確かにちょっとちっちゃい見るとちょっとやっぱ、うん、またこのパンツをやっつけてパンツしない。え、どうなんの。おお、ハリケーンが空中としても、もう大体の地で拾っちゃうんで。さあ、まだちょっとありそうですね、これ。さあ、お互いまあとりあえず機会を、さあジャンエー空対空取って、さあしのいだ。いやーな、え、あ、自信なんなんでしょ。あれ、はい、続いて出ていったのは、初期さんが、さっきまでマイク持ってた初期さんが出ていったので、はい、代わりにケイズが喋らせていただきます。よろしくお願いします。この時点勝ちすぎじゃない、大丈夫結構いい成績してます。勝率ちょっとなんかいろいろ終わってる数字見えたけど。さあ先方状態クーラー、確かに事実おっしゃる通りだな。ただ先方状態クーラーですが、ゴーさんこれどう思いますか。個人的に超苦手です、この組み合わせですよね。僕も多分相当辛いなと思いながらやってるイメージなんですが、まあやっぱりあのこの距離やっぱさすがにちょっとめんどくさいんで、払いたいなっていう感じがしますが、まあ、下段の低さと上の外側から辛いですね。さあ、昇竜から、さあ、画面端しっかり打っていく。青さすが、さてや、小本ジョランビーでしたね。さて、中堅出てくるのはラブハート。これは、個人的にはこれも割と、ラブハートは、背低めのキャラ結構嫌な感じだった記憶があるんで、これもまあまあやりづらいんじゃないかなと思うんですが。これは MB 振りにくいのかなって感じはする。まあ確かに、そうですね。ただまあお互いかなり長いリーチで戦えるのが特徴になってるキャラではあるので、ただ長い距離で振る技が、ちょっとやってくる側が可能性もあるしというところで、今のところはリズムで戦ってると。結構うまく MB を MB でなんかラブの動き止めてる感じは。そうですね、ダメージを全然負ってないので、さあここで投げてセットプレーは壊しから
あーっとこれ、あのガードス、ラブハートあるあるで、さあ初期参加60ほぼ相当立ち回り上手かったですね。らしい老害っぷりが輝く試合でした。さて対象、ナコルル対先方クーラー、しかもクーラーもまだ体力が8割ぐらいあるので、もう本当に10割3人分削らないといけないぐらいのイメージですね。体力900だからね、はい、ただただここでワンコンボ、勝利打っていく、試合は見ていたんだぞって感じですね。おっと勝利打っていくさあやばいなと、まあおっしゃる通りですね。コントロール側は結構しぶとくやっていかないと、まあ、D ボタンブンブン振られてるだけで結構ちょこちょこダメージ取られてって嫌な感じになりそうではありますが、ここでしっかりと画面端でワンコンボ、さっきからタッカーの使い方がかなり独特でうまいですね。かなりタッカーを散らすのが、はい、もっとタッカーが降ってくる。さあなんだかんだ20秒経ちましたが、ベニマルの体力が半分ぐらい削られながら、ラコルは体力ほぼ満タンだったんですが、ここで悲劇のワンコンボ減る、結構ある。見た目で言うとやっぱり6割ぐらいは持ってかれますね。さあラコルがここで切れ、幾度となく光ってブンブン技を振っていく、そしてジャンプ D で乗っかって崖の画面端、さあ D ボタンで画面入れ替えてサクッていくが、さあラコルが再度切れる、ちょっとの体力削るのには最適だよね。そうですね、まあ削りにもなりますし、やっぱりあの時間帯は高松選手アンデもいきなり来るからね。そうですね、あー死んだんです、死んだ、高橋決めていく、勝ったな初期さん。自然ともども灰に返してやる。さあ、キーさんの連勝を止めたところで出てくるのは、山下美月と梅澤美波の狭間こと梅澤美波こと一夢さんです。あの略して一夢さんと呼びます。キャラは2キャラ、レオナかクーラか、まあ、女性キャラの中でも最上級に強いキャラ両方どちらかって感じですかね。さて先方はベニマル対クーラ、ベニマルはイチムさんで、ジジイがそうですね、トキさんが、クーラなんですが、ここで画面端に寄せて画面端を抜けましたがワンコンボ、ここでしっかり、ハンドさんが決めていく。いや今の D が当たるのはすごいですね、ミートワイが。さあこの、はい、そうですね、今作のベニマル感が非常に出てますね。さあ D ボタンで乗っかっていく。さあここまでは体力的にはほぼ五分、ゲージ状況も大体同じぐらいですね。昇竜で落として投げていく。さあ残り30秒切ったところでコンボが刺さる、2発かずにお見事。そうですね、ただわずかに30秒体力回復は150ですね、まあ、29から30の間もね、やっぱ、ね、そうですね、はい、サーティンと一緒だ、はい、そして出てくるのは同キャラですね。ゲージ状況が、まあ、初期さんの方が状況いいので、まあ豊富なゲージを使ってダメージを取りたいところをしっかりコンボ入れていく。あっという間に残り1割ですね。さて一部さんは居合切りで自家発電をし、あわよくばワンチャンスってところなんですが、うわー、なんだ
通常は吉川家に行ったところ早めにジャンプをして、そうですね、あそこで垂直出せるのが強風力というか、さすがだなと勝負強さを感じますね。粘った甲斐があったというかね、はい、さあ初期さんだいぶ苦しい状況に立たされておりますが、まだまあとはいえ大正有利の逆転力は4ゲージだから、できる限りここをまあ1ゲージ使うか使わないかぐらいで済ませたいところなんですが、入ってしまう、これ相手のでかいリード。さあ痛恨の一撃が入って、おー危ない、今のいい投げていく、あっそうですね、さあ残り体力わずかなところをなんとか削り切る、さあ大将レオナ、あ中堅レオナですね、まあ最後繋いだけど、この場合はそうですね、まあ結局立ち回りとタクでダメージを取りに行かないといけない状況だとは思うので、さあこれが今画面端に詰めたこの状況が有利としては理想的な状況、さあ暴れに対してしっかりと昇竜からスパキャン、あ逃げ入れを選択して残る体力は1割弱、しっかり探しを重ねる、ワンチャンあるぞ、ゲージ差は体力差あるけど、まあ分からないよね、そうですね、ここでワンコンボを決めて、さあ画面端、さあ D ボタンで発動して投げていく、あー危ない、発動相手がもうしていたのが攻めての救いでしたね、そうですね、出なかったですね、さあジャンプ D で9対9取っていき、徳さんの立ち回りが光る、あ粘るな、よく落としたな、タッチブットまでそして、もう全然わかんないですね、あっ走りに立ち D を刺して勝ったな、一夢さん